甲光美香です。はい、普段はどんなことをしてますか？ボイストレーニングに社会人になってから通い始めて、まあ、そのボイストレーニングの先生が開催するライブに参加させていただいたり、あとはあの趣味で、まあ、劇部、大人劇部っていう活動をやってます。なんかチキンジョージってすごい大きくて、神戸ではすごいライブハウスだよってずっと聞いてたので、なんかそこに立てるっていうのはすごい嬉しいなっていう気持ち、楽しいことができたらいいなと思っています。人生の転機っていう教えてもらっていいですか？中学2年生、特撮で、演技とか表現ってすごいなって思ったことから、こういう表現とかしてみたいなって思うようになったので、ある意味転機かもしれないです。初恋の人の下の名前は？どっちだろう、竹彦。最後に悲しくなるような、叫びを一言言って終わりましょう。悲しくなるような叫び、はい、ポニョンでも何でもグスン。